この番組はデジモク、ご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。じゃあ行きます。はい。火災安全タバコ。どんなタバコ？火がついてないけど燃えているタバコ。先端を氷で水分火災安全タバコ、ファイアーセーフシガレットの和訳で FSC と略されます。タバコを包む巻き紙に薄い帯が 2,3 本ついていて、それがタバコの燃焼を低下させるスピードバンプの役割を果たします。そして帯まで燃えた後自動的に消火されるというタバコのことです。アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリアなどで使用されているらしいです。マウストゥーラング、ダイレクトラング、どんな意味？まあ、あの副流炎と支流炎みたいな吸い方の差。マウストゥーラング、ダイレクトラング、排気煙の吸い方です。二次肺、直肺という人もいます。マウストゥーラングはストローで飲み物を飲む時のように煙を口にある程度溜め込んでから肺まで吸い込む吸い方です。ダイレクトラングは深呼吸をする時のように煙を一気に肺まで吸い込む吸い方のことです。基本的に紙タバコ税はマウストゥーラング、ベイプ税はダイレクトラングが主流のようです。根っこ、どういう意味？それは根っこやん。根っこ、いやだから根っこのことはたまに根っこって言うやん。それやん、普通に木の根っことかの根っこじゃない。いやいや、これは根っこやん。根っこ、平成以前の不良用語でタバコの隠語です。また刑務所でのタバコの隠語でもあります。僕はレインボー二者六房の七人という漫画でこの用語を知りました。根っこなのか根っこなのかイントネーションはわかりません。じゃあ次、あ、これはわかるわ。 LSS。 いや、それは違法薬物でしょ。幻覚見えるやつや。じゃあ LSD。 あれやん、ランゲージシステムセーブの略や。LSS、JT が開発した吸っている時に漂うタバコの気になる匂いを低減させた商品の総称または技術の名前です。レススモークスメルの頭文字を取って LSS と略されています。この技術の一例を挙げると、ピアニッシモ、ルーシアでは巻き紙を二重にしてその間にフレーバーカプセルを封入するという設計で匂いを低減させています。あ、これマジでわかるよ。デュポン。あ、だからあのメーカーやん。デュポンライターってあるやん。ああ、なんだろうね。いや、だからブランドか。ブランドやん。デュポン、ST デュポンというフランスのライターメーカーのことです。万年筆や送信具など多岐にわたる商品を扱っていますが、高級志向のものばかりです。喫煙者から見たデュポンといえば、あの独特の開閉音が鳴る高級ライターというイメージでしょう。公式サイトを見てみると、一番安いライターで 16,500 円、一番高いのが 113,100 円でした。あの開閉音が鳴るライン2というモデルはだいたい20万円前後します。フレーバーオイル、どんなもの？あ、これはだからあれやん、そのタバコに垂らしてね、なんかオイルみたいな垂らしてフレーバーをこういい感じにするやつ。チョコ風味とかあるやつね。そう、それじゃない。フレーバーオイル、タバコの先端や吸い口に垂らしていろいろな香りを楽しむことができる商品です。アパラギというシリーズではチョコレート、バニラ、紅茶、ストロベリー、オレンジ、ピーチ、ミントなどが売られています。恩師のタバコ、御用タバコ。はい。恩師のタバコ、御用タバコ。あ、わかった。国から何かの記念とかにもらえるタバコや。だ、恩師のタバコや。で、御用タバコ。御用タバコは国に納めるタバコや、うん、そうです。恩師のタバコ、御霊タバコ、天皇から下賜される紙巻きタバコのことです。
御料タバコとは天皇皇后皇太后専用のタバコのことです。御師のタバコは天皇皇后両陛下の地方訪問の際や皇居などの清掃奉仕活動の関係者、受勲者や園遊会出席者などに贈られました。菊の紋章が入っていて特別感が凄まじいですね。噂によるとピースと同じ味らしいです。調べたらヤバい値段で売られていました。うわガッヒュミドール、これは何の道具でしょう。ヒュミドールぬいぐるみのことあ、なんかあれじゃない、タバコをさこう吸わせて害とか調べてる便乗とかかもしれん。あの肺のね、動きとかね、そういうやつじゃん。ヒュミドール、パイプタバコ場や手巻きタバコ場の湿度を調整し喫煙に最適な状態に保つアイテムです。特に葉巻にはよく使用されており、虫食いなどからも守る役割があります。基本的には加湿システムが装備された湿度計付きの木製密閉容器で適切な湿度レベルを維持すればほとんど無期限に葉巻を保存することができるそうです。サードハンドスモーク、あ、チンコかチンコで吸うことかああ、そうやな。サードハンドスモーク、タバコを消した後に残留する化学物質を吸入することです。三次喫煙とも呼ばれています。喫煙者の頭髪や衣類、部屋や自動車、カーテンなどから三次喫煙が発生します。昔動画で取り上げたんですけど、イオンが出勤45分前から喫煙禁止にした理由がこのサードハンドスモークです。アクアフィルター、どんなフィルター？アクアフィルターちょっと湿気が強い感じかな。いやな、安直に答えたらそうやな、のフィルターアクアフィルター、小林製薬が販売しているフィルターのことです。水を含んだ4万本以上の繊維の効果で水に溶けやすいニコチンやタールを吸着し、タバコの害を低減させ歪みをマイルドにさせる商品です。ちなみにこういうタバコにつける喫煙具のことをシガレットホルダーと呼びます。まあこれは正直正式名称というか俗称なんですけど、うん、骨タバコ、どんなタバコ？骨タバコ、骨タバコ俗称やろ、多分正式名称はないです。僕知らない感じ。骨タバコ。骨、ボーン、リボーン、生き返る。あ、寿命が伸びるタバコ？あ、そうや。そういうことや。骨タバコ。動物の骨を砕いてパイプに入れ、それを吸うヤバい行為のことです。TikTok でやってる人がいて、それをリスナーが教えてくれました。情報がマジでなさすぎるので、正式名称とかがあるのかも不明です。有識者の方がいればコメントで教えてください。ETS。これは何のことでしょう ?ETS? エロタイムサービス。ETS、エンバイロンメンタルタバコスモークの略称で環境タバコ煙のことです。喫煙者が吐き出した煙である個室煙と添加物から立ち上る副流煙を合わせて ETS と呼びます。この ETS を吸入することが受動喫煙です。ニコチアナタバクム、タバクム、タバクム、まあ、タバカムでもいい。ニコチアナタバカム、ニコチアナタバカムはだからね、南米とかに住んでる人でしょ個人名でしょそれは。ニコチアナタバカムさんでしょそれは。そうやな、どうやってもニコチアナタバクム、現在世界で最も多く栽培されているタバコの種です。タバコはナス科の多年草で、ネットで種も買うことができるので、ぶっちゃけ簡単に栽培することができます。葉タバコを原料とした製造タバコの製造は JT 以外禁止されていますが、タバコの花の観賞用として栽培する分には問題ないらしいです。知らんけど。風のようになんとか、風のようになんとか。コチニン、
いやいや、ニコチンやよ、それ。ね、コチン。コチン。ニコチン。ニコチンを入れ替えたクイズ番組のあの、あれやろ、下に。アナグラムじゃない。入れ替えろ、みたいな。そうそうそう。だから、ニコチンの足でしょ、これは。なんか、なんか成分やね、多分ね。コチニン。ニコチンが体内で代謝されて生成される物質のことです。コチニンはニコチンに比べ血中半減期が30時間以上と長く体内に残留するため、喫煙検査という検査ではこのコチニンの濃度が調べられます。喫煙検査は禁煙手当の支給の際にちゃんと禁煙しているかどうかを調べるという鬼畜の所業に使われています。煙管とは何でしょう。どういうもののことでしょう。缶が分からんな。煙の缶と書きます、はあ、あちなみにうちにもあります。ボング、シーシャ。煙管、自衛隊の隠語で灰皿のことです。缶で作られたタバコの吸い殻入れが多かったことに由来します。ハーバルシガレット。もうこれはまたシガレットの種類っていうのは分かるんやけど、ハーバルよね。うん、羽とか生えてそうな感じするね、名前的には。はい、あ、すごい軽いタバコなんじゃない。じゃあまさか同意しかしてないから言えよ、お前も。ハーバル、ハーバルシガレットやろ、うん、ハードルそうしながらこう、そういうハードルや、それハードルシガレットハーバルシガレット、タバコ葉を使わずハーブなどで作られたニコチンゼロのタバコのことです。タバコの代用品として使われたり、禁煙補助アイテムとして使われたりしています。平山論文、これどんな論文でしょう。これはタバコ界に衝撃を与えた論文です。まあ、これはだからタバコが寿命とは関係ないよっていうね、論文でしょう。これはあれね、あのオラウータンがタバコを吸っとったオラウータンの方が寿命が伸びたっていうことを書いた論文ですね。それ平山論文。医学者である平山武が1981年に発表した論文で、受動喫煙と肺がんの関連性を提示した世界初の報告とされています。この論文から受動喫煙という概念が生まれました。平山さんは国立がん研究センターの疫学部長を務めたり、予防がん学研究所を設立したり、著書にはがんにならない健康食、私が食べて私が防ぐ、や、これがあなたの健康ほどがん老化は防げる、などがんについて様々な本を書いており、1989年にがんで死亡しました。大小喫煙、これはどんな喫煙の。大小喫煙、大小どういう感じなんやろね、大小は。いや、大小はそのだから代わりの、ああ、あれ、大小、大小払うみたいな大小です。いや、代わりに吸ってやって、今ちょっと体調悪いから代わりに吸ってやっていう。いや、でもこれは普通にあれじゃないですか、やっぱ喫煙の行為自体がやっぱりこう犠牲を伴ってるわけですから、うん、喫煙にはそういう大小があるよっていうことじゃあ喫煙でええやん、それそれ喫煙やん大小喫煙。ニコチン量が少ないタバコを吸っても体が要求する量を満たすために深く吸い、1本では足りず2本吸うというように、結果的にニコチン量が多いタバコを吸うことと変わらなくなることです。ちゃんと調べたら代償性喫煙行動が正式名称っぽいです。以上でタバコ用語講座上級編は終了です。皆さんはどれぐらい分かりましたか。また間違っているところなどがあればコメント欄で補足よろしくお願いします。